俺そう、回答しながらね、俺ね、戦えるタイプなんですよ、実は。任せてください。むずい。いや、まさかだよな。ちょ、タイミングびっくりだわ。すまねえ。詰めるのに使うかーって思ったら。ちょうどシアウルド叩かれちゃったよ。たまんの早っ。助かる？ありがてえ。ちょっと待ってね。そう、中間、なんだろう。なんつうんだ、この折り合いっていうか、なんつうんだろうな。半分ぐらいの部分をね、見つけたいね。まあ、万人受けするって難しいんだけど、できることならしてな。こんばんはー。9割助かってる？助かってんのありがてえな。そうそうそう。なんか方法ねえかな。ごく少数だと思う。ごく少数なんだけど、っていうね。いや、むずいね。そう考えると。難しい。そうだよな。むずいね。だから、その 99% の人を考えつつ、1% の人も考えるっていう最強の何かがあればいいんだけど。あー、でもね、もう その時点でダメなんだよ。そう。その時点で同じ話なんだよね。だから、ちょっと、任せろ。わかるはず。何かあるはず。フォローありがとうございます。俺だったら何か見つけられるはずだ。フォローありがとうございます。そうだな。そう、別にね、そう、99% の人をないがしろにしたいとかじゃなくって、こんばんは、繰り返し助かる？助かるのありがてえわ。そう、そうなんだよね、そう。ないがしろにしたわけじゃないんだよね。いいと思う？ありがてえ。半々かな。そうだな。いや、難しいね。あー、なるほど。おもろい。ちょっとさ、もうその話、動画まとめるわ、ですね。エルスターの話、もう動画まとめるから、聞かんといてくれ。いや、無理だな。ある意味、動画にまとめるわって無限に言い続けるのもなんかそれだしな。いや、むずいな。いや、やっぱね、ある意味、まあ、配信者として大事な部分でもあんのかなーとは思う。そう。一応ね、その、なんだろう、見ていただいてる立場なんで、俺は。まあね、この時間をね、使っていただいてる立場なんで、なかなか難しいね。まあ、そう、全然、そう、言った人は気にしなくていいんだ。まあ、なんかあるだろう、ちょっと考えとこわ。なんか考えとこわ。いや、だって、ねえ、俺が思うに配信者って視聴者がいなかったら、成り立たないですからね、俺は。なんか見てもらってるんすよ。俺はそういう考えでずっとやってきてるから、そう。言ってしまえば、もう誰でもいるわけですよ。もういっぱいいるやん、星の数ほど。で、その中から見ていただいてるって神じゃんっていうスタンスでずっとやってるから、できればね、なんかあるんだったら方法がって思っちゃうんだけどね。なるほどね。だから俺が、あれか、対応しすぎな部分もあんのかな、ワンちゃん。俺、全部俺がさ、話しちゃうんだよね、全部。例えばさ、昨日で言ったら、まあ、なんかその、ニューキャッスルとかのなんかよくわかんない話があったんだけど、その時とかも、なんか視聴者さんが話してるんだけど、あ、それはね、って言って、悪かな。まあ、多分俺に聞いてんだろう、スタンスでやっちゃって。そうそうそう。多分俺に聞いてるんだろうなーって思って反応しちゃったんだけど、あれも良くないのかね、ワンちゃん。全部、聞きすぎなのかな。安心する？ありがとうございます。全対応するってのは、結構無理がある話なのか？いや、むずいね。むずなんだこの世は、この世は難しいぞ。配信ってむずいな。優しすぎる。せっかくだからね、全部、聞きたいというか、話したくなっちゃうんだよね。その、さっきも言ったけど、使っていただいてる身なんで、時間をね。そう。時間を使っていただいてるから、なんか、ねーっていう。いや、でもな、どうしてもな、俺が言わないと分かんないことともあるから難しいよな。うわー！難しい！やべー。そう、全員が全員さ、もうそのまんま俺が言ったことをさ、なんか復唱できるレベルだったらって話なんだけど、どうしてもそこにプラスアルファ情報が乗ってっちゃう可能性もあるんで、むずい！そう、さっきのもさ、爪痕の話でさ、やってる俺しかわかんないというか、わかるよみんな。わかるかもしんないけど、身に染みても、ひしひしと伝わるあの感覚。なんでだっていう感覚はさ、結局さ、多分俺本人しかわかんないから、そこが難しいとこだよね。いや、そう、対応すんのを変えずになんで、そう。だから対応はしたいん。それは変えたくないの。それは、あくまでも、その 99% をないがしろにしたんですよ。わかるかな？そう。それは嫌なんだよね、俺は。いや、難しいなぁ。いやー、全然、謝んなくていいんですけど、もうね、せっかくのチャンスなんで、せっかくだからって思っちゃってんだよな。そう、俺、うるせえというか、俺、しつこいというかさ、俺、こういう性格だから、直したくなっちまうんだよな。このままの配信か、いいのか、むずい、いいのか。何もねえか、そう考えると難しいか。そう、なんかあるんだったらと思ったけど、なさそうか。俺、悪いかじゃ。
おーい、住み方強い。で、このままで、まあ、うん、このままでね、やっていこうかな。やっていくんだけど、まあ、ゆっくりめにやっていこうかな。あれ、あれ、2、4倍消えてんだけど、あれ、あー、そっか、もうクソ。そうだ、そういうことか。俺、あれか、装着しようと思って捨てたのか。うんちなんだけど、これマジで。よくある質問とかコメントもベリビリですよね。確かに。でもよくあるこう、なんかさ、俺さ、コメントもさ、よくあるコメントって、多分エルスターぐらいなんだよね。エルスター使わないんですかぐらい。いや、難しいわ。初見、ありがとうございます。いつも参考になる？ありがとうございます。あー、ルスター来た。え、すごい。俺の40ダメージを受け切ったモンスターがいる。バケモンめ、おめえを殺す。スローかかってるだろ、お前。おれー、む、やばい。うわー、死ね。うわー、でも全然俺は無限質問編ですよ。いくらでも質問してください。あ、だけど、一つだけ注意してほしいのは、まあ多分普通だったら大丈夫と思うんだけど、なんかもう質問しかしない人がいるんで、それだけはね、気をつけてくれれば。まあほぼほぼないと思うんだけど、たまにいるんだよね。もう質問しかしない人。あれしなければ全然ね、何も俺は気にしないですね。今回ハボックしかないなぁ。ネメシスが欲しい。あれ結構強いわ、やっぱり。どっかねえかなぁ。うん、そう、たまに来ちゃいるからさ。いや、惜しい！うぉ！素晴らしい味方！ナイスだ。まさか！これはやっていいんですか？いる！死ねー！きたー！これだよいや、まさか！目の前で！あはははこれだよ、これがやりたかった俺はいやー、やっちまったな。通るんだよな、車線がここ。ま、どうもですね。これはね、知らなかった時点でもうね、敗北が決定する場所だからね。いや、マジで、最高すぎる。いや、でもこれやっちまうと何回もやりたくなっちまうんだよな。俺、これ、ここに来ると毎回あの上乗るもん、俺。毎回乗っちまう。む、飛ぶらしいぞ。なぜ？ありがとうございます。フルパで連携取れない時の恋愛対象法って何かありますか？仲いいのですが、パーティーの一人がピン刺しとかカバーの意識が全然なくて、改善されれば最高になる気がして。なるほど。すげえ簡単なのは声出ししましょう。誰々、カバーして俺のこと。誰々、一緒に行くよこれ。もうこれだけで完璧です。すげえ簡単ですね。声出ししていきましょう。秒で変わると思います。一瞬で多分成果変わると思いますね。そう、登録しろっつって。毎回ここでね、あの上に行くんで俺。すげえ簡単な方法はマジでそれ。俺、どこどこ行くから、誰々、わかる？誰々って名指ししちゃう。一緒に来てって。これだけで、すべて終わる。もう。まあ、それを言っても来なかったら、それは、ちょっとやばい。なんか、根本的に何か、ちょっと、直さないといけない部分があるかもしれない。ん？気のせいか。この建物、どっから降りるのか、たまに終わらなくて、上に戦って一周ぐるぐるして先輩かわすときある。わかる。俺も最初それだった、ずっと。マジでずっとそれだったわ。強いこいつ。チーター来たー。チーターくんよー。だがこっちも強えんだよな。
スモークあって何もできねえな、老婆よ。殺してやる、わがめ。え、ここマジで一生ね、へばりつきたくなっちまうんだよな。スナイパーにはスモーク焚いたらもう何もできねえんだよ。C っぽかったけど、なんか死んだな。最近ジムのルートで敵のアーマーパリンパリンする気持ちよすぎてやばいです。それやばいわ。ありがとうございます。声出ししていつも返事だけで声はまとまないんですよね。その間に自分含めもう一度上のカバーを敷いて C 引く感じです。やばいね。大変だね、それ。あ。フォローありがとうございます。アイディ。別にそう問題があるかもしれないっていうね。いや、難しいね。声出ししてもダメなのか。まあ、じゃあそうなるとなんかもう、相談するしかない。そいつと、その人と一緒に、あのさ、って。あ、何々なんだけど、って。どういう感じに聞こえてるとか、なんかそういうレベルよね。で、聞いた方がいいんじゃねえかな、ワンちゃん。そんなレベルだと俺は思う。録画してきてないじゃん。そうね。貸してないんだったらそれやるしかないね、マジで。録画してもいいかもな。うん、録画してみてもいいかもね。一緒にやらないかもしれない。そう、でもそう。なんか、あ、ここさ、なんで、勝ちたいんだね、そう。なんでここ来てないのみたいな感じで、録画した動画見せるとかもいいんじゃないかな。ネメシつえー、マジで。質問です。モニターに、部屋の電気が反射して画面が見にくいですね。皆さんどれくらいにしますか？消した方がいいんでしょうか？あれじゃないですかね。窓閉めればいいんじゃないですかね。そう、録画見せると分かりやすいかも。ここさ、って、聞いてくれたらいいんだけど、って。これなんで反応してくれてないの？とか言うのも面白いかもね。テカテカのモニターならアンチグレアフィルムっていうのを貼るといいらしいです。なるほど、よくわかんないけどそれらしい。それを貼るといいらしい。これ強え。俺そう、回答しながらね、俺ね、戦えるタイプなんですよ、実は。任せてください。うぅぅぅぅ、かかってこいよ。俺に勝てるわけねえだろ、お前。死ねらしいですね、マジで。ありがとうございます。少しずつ話して改善の方向に持っていきます。親戚フルパなので録画もしています。ぜひぜひね、やってみてください。多分相当変わると思いますよ。ギュギュー、素晴らしい、ナイス。ポテトボーイ様、100ビッツありがとうございます。ギュギュー、いいですね、勝てますな。みえちゃん丸様、200ビッツありがとうございます。ナイチャー、悪くないですね。なんかちょっとチーターっぽいいたけど、やっぱネメシスだと殺せんな、そいつそのまんま。ワンチャンやっぱ DPS 高すぎて、回避する前に殺せるな。強え。シャバネコ様、100ビッツありがとうございます。ナイチャー、いいですね。なんか、漏れますね、今日ね。ナイスウィッツです。ありがとうございます。いや、これネメシスゲーだな。なんか、上のランク帯、マジ全、誰も使ってねえけど、これマジ強えわ。これ絶対練習した方がいいわ。強すぎる。自分はそれなんで感覚わからないんですが、ありがとうございます。フルパでも何を目的にしてるのか、どんなスタンスや方向性なども変わりやすそうですね。リア友のフルパでしか終わらなくて、かなりやりにくそう。そうだね。特にやりにくいんじゃないかな。リア友ってなると、なんか、そう、友達を、なんか、なくしたくないとかもあるかもしんないから、そういうのもあるかもしんないな。すごい難しそうですね。ミヤヘイ様、100ビッツありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。こんなに会話しながらチャンピオン、つい初コメしてしまいました。ありがとうございます。あやなみてんち様、100ビッツありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。いや、こうやって使えると強い。だから、その、なんだろう。車線管理、もしくは遮蔽物をしっかり使えるんだったら、マジで強いね、ネメシス。だけど、
体出して打ち合うタイプは弱いと思う。どうしてもやっぱフルオートに負けちゃう。遮蔽を使える人が持つとやばい。もうぶっ壊れ。もう俺見ない、周りを。もう怖いもん。もう絶対来てる。